勝負はたったの3本、1本目果たしてどこを狙ってくるんでしょうか。あーしれおめでしょ。下、福田さん、下と言いました。どっちの下なのか、あるいはどんなボールか。まあどちらにしてもですね、速くて強いボールを蹴ってくるんじゃないですかね。なるほど。さあいよいよ始まります、人類 VS ロボット頂上決戦、真の最強が今宵決まります。注目の1本目、いきなり来るか。シガリコブダ。いやメッシはコージ君が自分のこのシュートのスピードについてきたということに驚いてるんですね。これ確かに確かにものすごいシュートでした。すごいな、はい、さあこの世界最高、左足から放たれたシュートはゴールの右隅へ。なんとこれカメラがシュートのスピードに追いつかない。福田さん、いやすごいですよ。何の色出てるんですかね。速いシュートなのにしっかりと抑えを効かせましたし、これはポストに当たっているんですね。ポストか、わずかにポストという弾丸シュートでした。当たったボールが弾け飛ぶ、恐るべしこのシュートスピード、なんと126キロが出ました、いやこれ歴代最速じゃないですかね。今までの挑戦者を上回る1本目のスピード、ランキングトップに躍り出ました。やっぱすげえな、ビーシュ。しかしメッシもですね、コージ君のこの動きの速さ認めてますよ。予想以上にコージ君の動きが速かったのかもしれませんね、2本目がどうなるか楽しみです。バロンドール4年連続受賞、クライフ、プラティニ、ロナウジーニョ、偉大なるプレイヤーを超え伝説となったこのメッシ、150年の近代サッカーの歴史を塗り替え続ける奇跡の男です。もはや人間じゃないと思います、神ですよ、神、神、はい、そのまさに神、伝説の男メッシ、次はどこを狙ってくるのか。素晴らしいな、看病あれはやしいな。メッシ今度はコースを教えてくれませんね。ロボットであるコージ君には聞こえないはずなんですが、どんな状況、どんな相手でも 120% で挑む、こういうところが世界ナンバーワンのゆえんなのかもしれませんね。なるほど、表情です。メッシ、さあ2球目、バーン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 、ポスト、またもやポスト、フワトラーノ、パル、パル、パル、2球続けてポストに嫌われました。もうちょい下やったら入ってたわ。メッシ得意のスピードボール、今度は左のポストに直撃しました。いやーあとボール半個分ですよ、ギリギリです。はい、チャンスエンジ。さあそしてこのボール計測出ました、132キロ、日本代表の選手と比べてももうズバ抜けています。こんなに違うんですか。いやメッシは特別ですね。この蹴り方を見てください。メッシは蹴った後飛び跳ねるように前に移動してますよね。これ軸足を浮かせることで体を前へ送り出して、通常よりもボールに体重を乗せてスピードを出しているんですよ。なるほど、コントロール重視の中村俊輔選手なんかとはだいぶ違いますね。あ、そうですね、スピードを維持しながら抜群のコントロールも操れるという恐るべしメッシ。さあいよいよ残りは1本です。うわーかっこいい。人類最強 VS 最強ロボット、ラスト1球となりました。これを決めなければメッシは負けます。決めてほしいですね。そうですよね、その大事な大事なラストの1球、どこを狙ってくるのか。メモパイロ、なんと2球目と同じ左上と宣言しましたね。メッシはボール1個分のズレを修正することができるんでしょうかね。メッシにとって過去のサッカー人生において1日で3回 PK を外した経験などはないはずです。過去5年で2回しか外してませんからね、はい、相手がロボットとはいえ同じ相手に3度負けることは許されないはず。いけ、コージ君、このままメッシはコージ君に敗れてしまうのか。メッシ最後の1球です。チャンスは残り1球、この後奇跡のシュート必見です。果たしてこのままメッシはコージ君に敗れてしまうのか。メッシ
最後の一球です。さあスピードが、いや133キロ出ました。ここに来てまたスピード上がった。さらに福田さん、これ見てください、注目すべき精度。2球目に比べてちょうどボール1個分修正しました。スピードも上げてコースの修正、いや本当に神ですね。人間じゃないんじゃないですかこれ、本当に素晴らしいですねこの調整力。決めた飯大興奮です。裏なかなかだけど、本当の試合と同じぐらい喜んでんじゃないですかね。話せよーって、嬉しそうですメッシ。いやー本当に見てください、この嬉しそう。2球連続のゴールなるんでしょうか。それはどうですか。いやこれはまたまた、この後メッシが世界ナンバーワンの実力を見せつける。ここまではエネオスとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。阻止率 90% ノーキーパーコージ君から完璧なコースで見事ゴールを決めたメッシ。喜んでいます。さらにこの後史上初の2球連続成功へ。阻止率 90% の康二君から2球連続でのゴールを狙います。本当にやってしまうんでしょうか。どうなるか全然読めませんね。メッシ怖いくらいの集中力、今までと目が違いますね。ガラッと変わりましたね。康二君も準備万端、すでにボールの動きにもついていってます。万全の体勢で迎え撃つ康二君、対するメッシは今度は大きく助走を取っています。人類最強 VS ロボット最強、これまで数々の相手をシャットアウトしてきたコージ君、しかしまさに今夜最強の挑戦者が現れました。前人未到の2球連続ゴールへ、達成なるんでしょうかメッシ。どうすんねやろ、どうする気、どこ狙うねん。コージ君防げるか。マジでいい。大きな助走からメッシが蹴り出したボールはもうコージ君のスピードをはるかに上回って右下に突き刺さっています。いや素晴らしいですね、スピードコースともに完璧ですね。多分蹴り足、さらに驚くべきことはこちらをご覧ください。逆行ってるの、蹴り足に1回目と2回目のボール比べても全く同じフォームなんですよ、はい、なのに左右にボールを蹴り分けてるんです。あお前一緒だ、これなかなかできないんですね。シュートフォームは一緒で、最後の足の当てるポイントだけ左右に蹴り分ける、これが世界ナンバーワンの実力ですよ。こんなのできるんですか。いやこれができるから神の子なんですよメッシは。この対決の緊張感から解き離れてこの表情ですよメッシ、喜び大爆発です。史上初です、コージ君から2球連続成功を奪いました。トライマドルケーロ、トライマドルケーロ